大阪管区気象台は、今日近畿地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。こうした中、八洲市にある希望が丘文化公園では、炎天下の中、日本一を決めるディスクゴルフの大会が開催されました。今日行われた大会には、国内や台湾などの海外からおよそ60人が参加しました。ディスクゴルフとは、一般的にフリスビーと呼ばれるフライングディスクをゴルフボールの代わりに使用し、ゴールに何投で入れることができるかを競い合います。出場した選手たちは暑さにも負けず、ゴールまでの距離を見極めながら一投一投を投げていきました。風の読み、右から来てるのか前から来てるのか考えながらやっていきますけども、やっぱり浮遊感っていうのが一番楽しいスポーツなんで、それをうまく友達にしながら戦っていきたい。お年召した方の若い方と子どもとっていうのが一緒にラウンドして楽しめるスポーツなので、すごくそういうところが魅力だと思います。近畿地方の梅雨明けは平年より2日、去年より5日遅く、いよいよ夏本番を迎えます。気象台によりますと、この先も連日猛暑と熱帯夜が予想されており、これまで以上に熱中症に警戒するよう呼びかけています。